毎度おなじみ自転のチャンネル旅の道草斉谷です。新潟駅、いやー綺麗になりましたね。重厚感あふれる昭和の建物がですね一気になくなりまして、すっきりとした外観の新潟駅。さてこの新潟、日本海のですね一大都市圏として非常に繁栄しています。まあ、かつては越後の上杉謙信の膝元でございます。この新潟の街を観光してご案内していきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。新潟駅は絶賛改装工事中、高架化が完成し旧駅舎を解体してそこに立派な駅舎ビルを建造中。もともと地上線があった場所もきれいに整地されて、ここにも何らかの建物が建つんでしょうね。線路をまたぐ跨線橋がかつての面影を残しています。これがですね新潟市内随一日本一長い河川町を誇る信濃川です。そしてあそこにある高層ビルが時めっせで新潟一高いビルということで、展望室もありますのであそこに行ってみたいなというふうに思いますね。そう、新潟といえばこの信濃川、この豊かな水系でですね水運も非常に盛んなだと言われておりまして、要は長野県からの産物をここの川を生かして水運を生かしてですねこの新潟に持ってきて、そしてその新潟から世界へ向けてですね、特に日本海海に面しておりますので、ロシア周りとかにですね輸出することもできましたし、あと日本海周りでですね日本の裏側に、海運としてですね、物を運び出した、そういったところでですね新潟は港湾都市として発展していきます。こちらが陶器メッセ、高いですね。高いところからですね新潟市内を、見物すれば、まあ、より土地感も分かるかなと思いますので行ってみたいと思います。国際会議場なんですね。結構ねしっかりとした作りになってます。いやーここから眺めるね絶対景色いいんで、しかも今日晴れてますからね。いやーロシアとか見えたらすごいよな。展望室ってただまさかね、ただだったらすごいけどね、なんかただっぽい気がしてきた。いやこりゃいいな。これで31階まで一気にですね登っていきます。おー早い早い、すげえな。おーすげえ景色、すごい綺麗だね。ここ万代島って言って中洲なんですね。そしてあっちにぼーっと見えているのがあれが佐渡島です。でかっ。新潟はですねこの信濃川のですねデルタ地帯で大きな越後平野を形成しましてですね、農業と工業が盛んです。あの工場は本当にでかいね。そして仁王寺ヶ岳、こちらが山ありまして、五頭連峰という五頭山とですね菱ヶ岳と1000メートルに行かないんですけども立派な山々が連なってまして、そして越後平野にですね上越新幹線でしょうね、あの効果はこれがですねしっかりと伸びてきていると。いやーこう見ると新潟ってすごく大きな町ですし、いやー平野部がすごく広い豊かな土地であることをですね示していますね。あれなんでしょうね、なんか市場っぽいものがあるんですけども、後でちょっと行ってみましょうか。なんか面白そうです。こちらがですね新潟港になります。佐渡島へ行くフェリーですね。そして新日本海フェリー、ここから北海道方面に向かう確か船が出ていたはずです。海上保安庁の巡視船がですねしっかりと止まっておりましてですね、北の守り日本海の守りをしっかりと固めております。いやーそう、この新潟というのはですね実に因縁の歴史がありまして、この新潟港から北朝鮮へ向けたマンギョンボン号がですね入港をかつてしていたという町になっています。近い朝鮮半島が近いのでロシアとのですねつながりも実はしっかりとあるんですね。そういったところで新潟というのはですね貿易の港として発展してきた歴史があります。これおそらくですけどこの辺り埋め立てたんでしょうね。万代島と言っておきながら島じゃないんですけど、ここ絶対埋め立ててるような、そういう風なものを感じますね。信濃川広いな。こ
これだけで大河というものをですね知ることができます。そして向こう側にはですね新潟の大きなスタジアムがありまして、あの辺りも湿地帯みたいなものが見えます。湖なんかな。そして上越新幹線、上越線の高架ですね、これが見えまして、いやー大きな町だ。それをですねしっかりとまざまざと見ることができて、しかもタダで見ることができるって、これも最高ですよ本当。おー電車走ってるの見えるよ。あれは新津の方に行く便なのかな、ちょっとねよくわかんないですけどね。まあ何かしら、こっちはあれか、柴田の方面に行く便か。さっきのあれ高架線間違えたな。あれもしかしたらあれ新幹線の基地に行く高架かもしれないですね。東急メッセを出てきましてですね、ここが港になります。あちらに見えてます佐渡汽船のフェリーになってましてですね、おそらくマンギョンボン号ですね、この日空機北朝鮮マンギョンボン号、こちらがですね出て行ったのもこの辺りからだと思われますが、いやーなんとですねここからすごい歴史がございましてですね、北朝鮮帰国事業というのがありました。要は戦争でですね日本に来た在日の朝鮮人の方をですね、とにかく北朝鮮に返そうじゃないかというキャンペーンが張られまして、実はこの港からですね実は出港していたという形になります。当然ですねここで北朝鮮に見送る方々と根性の別れになるということはつゆも知らずにですね、なんとここの港から送り出していった、そのことを主導したのがですね、なんと現社民党旧社会党のですね、方々でございます。そしてですねなんと社会党なんですけれどもね、土井孝子っていう人がいましてね、あんまり言いたくないんだけどな、俺の母校の大先輩なんだよね。これだ、恥ずかしい人を産んじゃったよ本当に。なんせあの人ね何の話も通じないですからね、言うてる自分のことだけしか言わないんでね、本当にもうバカ丸出しですよ本当。そういうことでですね、なんと悲しい、歴史がございましてですね、北朝鮮に帰れるということはですね、ワンセーっていうですね、響きとともにこの港を立っていったということを忍ぶこととしたいと思います。行きましょうか、キム・ジョンウンに向けてワンセー。別にあのキム・ジョンウンに対して別にどうこう思ってませんけどね、っていうか、はい、ただの冗談ですけども、いやーね本当に社会党のね党首まで上り詰めたねおばはんがね学校の先輩ってね、本当にもうきつい冗談やめてくれよって、本当まあお前はね冗談顔だけにせえやって思いますよ本当に。あの土井孝子、まあもう死んでもうてるからねもういいんやけど、あのね死んでる前にねもう一個潰しときた人いるんだよねっていう、それこそその意思を継いだね鉄の女、社民党の福島みずほですよ。これは日本全国の皆さん、ぜひ次のですね参議院選挙で、社民党をですね国政政党から追い出していただくようにですね協力していただかなければなりません。要は投票するなということでございます。そういったですね二度と悲しい歴史をですね繰り返してはいけません。この新潟の港がそういうふうなことを物語っております。またちなみにですねこの社会党は大問題を引き起こしておりまして、まあ、この辺り日本海から多数の日本人が北朝鮮によって拉致されているという問題がありまして、その拉致に関してはですね全くもって行われていないと、そんなことはありえないということをですねのたまったの、またこれね恥ずかしい先輩のどいたか子なんだよな。で結局小泉総理が言ってやっとるやんけってなって、すごくですね弁明に苦しいですね弁解をしていましたけども、これがですねまた一つの真実として皆さん知っておいて損はないと思います。バンダイ島鮮魚センター直営港食堂、なんかいろんななんか魚とかいろんなもの売ってますね。ちょっと見ていきたいね、これは面白そうだよな。魚だけじゃなくて野菜や肉もちゃんと売っている。そしてこういったですねオープンテラスの席のあるカフェみたいなのもあるし、結構充実した場所ですね。いやこれ面白いですよ、買い物がてらねちょっとねこうパラッと食事とかも楽しめますし、ここはすごくいいとこですね。こうやってねレストランとかそういったのもちょいちょいあるんで、なんかこのコンテナ扱ってるってのがいいですよね、この武骨ってなんか、こういう作りいいな。
ここはねベーカリーになってます。こっちはお酒ですね。新潟の地酒でも売ってんのかな。ここはねすごくいい場所ですよ。肉魚酒とね全て三拍子揃ってね買うことができる。いや充実のね買い物場所ですよね。超贅沢。新潟って羨ましい場所だよな。こんないいものがあるんだから羨ましいよ。ほんとこんな街中にですねなんと酒蔵がある。さすが地酒の街新潟だこと。すげえな。どうやらちょっと時間過ぎてたんで無理だったんですけども、ここのねお庭がねすごい美しいと。これも同じ酒蔵の敷地ですからね。梅が咲き始めましたね。いやー風流だな。こりゃいい。なんかね立派な蔵があるんですよね。峰村醸造って書いてあるんですけど何なんだろうね。ちょっと見ていきましょう。醸造場というお味噌蔵ですね。しかしねあそこの今城司ちょっと見にくいんですけども、あそこの酒蔵もねすごく外見古いんですけど中はねすごく綺麗に改装されていて、いやー石の弱さをここでも出しちゃったよ。やっぱり買ったのねということになっちゃいます。いい加減にせんかい。そうそう新潟って駅前がねすごい発展してんですよ。めっちゃ歓楽街で飲食店も多くてこれはね超絶便利です。帰る時にここでさらっと飯食って一杯飲んで新幹線乗ってね帰るってことができるんでね超絶いいですね。ね、なんかうまそうな店があってさ、駅見原崎だから最強の立地ですよ。駅前だしなんか雰囲気がそうだからここでちょっと軽く食べて新幹線乗って帰るとしましょう。いらっしゃいませ。一杯目はビール。札幌が提供する新潟限定の風味爽快生ビール。うまい。お通しはカニ味噌豆腐と小松菜の煮浸し。カニ味噌の風味たっぷり、だしの風味豊かな小松菜、優しくてええわなこういうの。日本海の美味しさ、刺し盛り、ソイはしっかり弾力ある味わい、わらさはとろけるうまさ、タコは味に深みがあります。氷やビールが一気に進みます。新潟の銘柄牛村上牛の炙りは肉が一気に届きます。なんじゃこりゃ。日本酒は魚沼の酒緑川純米酒。ここの酒はさらりの極みなんですよね。スイスイ行ってたら足元払われるやばいやつなんですけど、清い水の酒を表現してるから大好きなんですよ。錦糸卵に包まれたエビシューマイ、卵のふわふわした食感、エビの美味しさたっぷりのシューマイです。こりゃうますぎる。酒も進む。あかんこれ。いい加減にせんかい。名物イカの丸干し、思ってたよりちっちゃ。なんでやねん。ただ口にしたらこの旨味の絨毯爆撃はなんやこれ。綿と一緒に干してるからこそのガチの旨味でした。おお。イカの丸干しのおかげで日本酒が止まりません。二つ目は山越しという酒。中越地震で被害を受けた山越村を思い出してから注文しました。特別純米酒でもありつつも線の細い味わいは新潟らしいお酒です。南蛮エビの唐揚げ、殻ごと揚げたエビ、サックサクのエビの殻がスナックみたいでうまいね。酒が進んでしゃあないわこれ。もう知らない。次のお酒はしめはりつる。これも上手に作ってていい作り手。さらりといける味。もう何も考えなくていい。お酒も3つ目くらいになるとね。でもってしめはやっぱり新潟の名物へぎそばです。新潟に来たら必食のおそば。つるつるの食感と喉越しがたまらん。腹いっぱいになってごちそうさまでした。もう食べられないよ。うまい。いいものを食いましたよねって。
当にね、うまい酒とね、うまい飯食えて幸せっす。で、しかもこうなんですよ、駅近なのがね、もうね、新潟のね、一番いいところ。ちょいちょいね、飲んでそこそこ酔っ払ってもね、駅すぐそこだから、今日は10分ぐらいあればね、もうね、駅行けるんすよ。で、新幹線乗って帰ることができるっていうのがね、最高のね、とこですよ、本当に。新潟って本当に駅になんでこんなに歓楽街作ったんだろうね、不思議でなんねえな、本当。いや、いい立地条件ですよ、本当に。都会からワンデーで行って、帰ってこれ来てね、うまいもの食べて、いや、楽しく帰ることができる街、新潟。いやー、本当にいい街です。魚はうまいし、景色はいいし、ワンギョンボンコじゃないんだけども、ワンセーとかってね、いや、わけなかんない状態でしたけども、いや、本当に。ただね、今ね、この数年間だけはね、開発が進んでいますので、そこだけね、本当にね、遠回りさせられるね、めんどくささえ我慢できればいいところです。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。